ミュージシャンである。カナダのバンクーバーにあったトミー・チョンの家族が経営するトップレスクラブで二人は出会う。その後、ロックバンドシティ・ライツを結成するが、間もなく解散しチーチチョンとしてハリウッドに進出した。1970年代から80年代にかけてマリファナとヒッピーを題材にした映画や音楽で人気を博した。 1973年にジョージ・ハリスン、キャロル・キングラが参加したロス・コーチノスでグラミー賞ベストコメディアルバムを受賞。シングルカットされたバスケットボール・ジョーンズはビルボードシングルチャート15位を記録した。ローリング・ストーンズのパシフィックツアーではオープニングアクトを務めた。1974年に別名バンドアリス・ボーイによる イヤーエクマイアイは、ビルボードシングルチャート9位を記録した。1978年に公開された、主演映画、チーチチョンスモーキング作戦は、全米年観光業収入成績第8位のヒットを記録。1983年には、映画、チーチチョンイエローパイレーツで、モンティ・パイソンと共演している。1985年に、 マーティンスコセッシ監督の映画、アフターアワーズに出演した。2008年に再結成し、ワールドツアーを行った。たびたびアメリカのマリファナ専門雑誌、ハイタイムズの表紙を飾っている。ありがとうございます。